この車両どこがおかしいか分かりますか？メルセデスベンツ C クラス205ワゴン C200。 見てください、この車高、指が入らないぐらいのこのこれね、タイヤ切ると確実にフェンダーがベコッとバゴッと当たってぶっ壊れます。で、この車両はオークションで 4.5 点の A という評価がついた、かなり優秀なメルセデスベンツなんですけれども、この状態になっております。別で買ったセダンの車両に関してもテレビがぶっ壊れてました。オークションなんて騙し合いの世界です。皆さん気をつけてください。